みんながチャンネル登録してくれるように儀式をしています。チャンネル登録よろしくお願いします。皆さんはバブルの可能性を、ちょっと噛んじゃった。皆さんはバブルの可能性を感じたことありますか？あのバブルって中にさ入れるじゃん。で敵の攻撃をガードすることができるじゃん。でそれを、まあ、どんだけ耐えれるのかなっていうのを、ごめんね今日神々でひげおくん準備できましたか？今から俺がバブルの中に入るので、ちょっと撃って倒しに来てください。バブルどっか行かないようにしないでしょ。 OK。 でこれを非常にやられないように耐える。やべ、何やってんのひげおくん中に、ひげおくんバブルの中に入ってきて死んじゃったね、さっきあの、ヒリオくん、中に入って死んじゃったから、もう一回やりたいと思います。いきまーす。1、2、おい。危ない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 。で、この中で、まあ、どんだけ耐えれるのかなっていう。全然いけそうじゃない？めっちゃ頑張ってるけど。あ、割れた！待って、あ、でも、あれか。時間で消滅したのか。はい、ひでおくん一人じゃ無理だということなので、二人に変えました。二人の攻撃を耐えていこうかなと思います。やべ、危ない。めっちゃ攻撃されてる。でも耐えてる。なんか一人死んだ。またひでおくん一匹いなくなった。ひでおくんまたいなくなった。でも二人は耐えれるってことすごくない？結構。あの、二人余裕っぽかったので、一気に四人に増やしました。いきます。いや、打ち始め、早っ。待って、やばい、四人もやばい。あ、でもいける？くそ耐えられなかった。なんかいけそうだよね。なんかいけそうだから、もう一回いきます。ヒデオ四人で。よし。はい、オッケー。来い。打って来い。いける。やべ、どんどんちっちゃくなる。くそなんかでもいける気がするんだよな。仲間増やしたわ。そっちが4なら、こっちも2で対抗しようかなって。の仲間増やしてきたから、これでちょっとやってみる。ゴー。2、3、はい。はい、撃つ、これ撃って、割れた。ああ、早々に割れた。今回ちょっとこのレールにいる床に豆ぶつけて、たくさんの豆ぶつけて、10個に使用作戦。じゃあちょっとやっていこうかな？うじゃあ、落ちてる。うれ。落ちたらもう餌食よ。落ちたら餌食。どこにいるんだ？うい。これ意外と難しいな。意外と難しい。そして、セルフで自分の豆を取るという。ここにいっぱいいる。あ、10個になっちゃった。でっかいのになっちゃったよ。鬼は外、畜生。鬼は外。そう、残念。全然当たらん。くそ。むずい。なんだこのゲーム。むずすぎるだろう。ヒリオがいる。ヒリオいた。あ、くそ。くそが遊んでる。あいつ下からあさり避けてる。
なんだこいつ、なんだこのヒレを、ええー、何それ、ちょっともう一回やりたい。もう一回やりたい。ねえ、これ、何これ何これこれ、ねえ、その避け方ダメよ。鬼は外、福は内。今歌ってただろ。貫通してないか、レール。貫通してる。貫通してるよ。レール。もしかしてレール、無理説ある、これ。これ、無理説あるぞ。レール貫通するよ。なんで あれ、マンタマリア号じゃない？あれ、そうだよね。多分、マンタマリア号だよね。すげえ。しかもさ、後ろにさ、スメイシーワールドあるんだよ。この観覧車。スプラ2のステージのモチーフになってるのが、スプラ1で実は、ちょっと存在してるみたいな。すげえ。マサバ海峡橋すげえ。ヒロ君、実はこのステージに仲間がマップに映らないとこ俺知っとるんだよ。ちょっとマップ見てて。ここのね、下、真下。今、ヒリオくんがいた真下は、マップに映らない。今、このヒリオくんがいる場所を、マップで見ると、全くわかんないんだよね。イカちゃんマークが出てないんだよね。この下。で、ヒリオくんがちょっと出てくると、出てくるんですよ。ねえ、鮭のバイトの道具。ここ鮭のとこだ、多分。これサーモンランだべ。書いてない？クマ。サーモンラン。ここサーモンランだぞ、多分。やりた、開かないかな。あ、やっぱそうだ、ほら。書いてあるよ。鮭のマークがあります。昔ながらの配達するバイクみたいな。危ないんだよね、これね。なんかここのさ、手すりからジャンプするんだって。こうやって。そしたら、乗るらしい。ここ乗るらしい。乗らないですね。全然乗らないですね。あ、なんか乗った。やばい、なんか乗った。で、どうすんだ？どうすんのこれ。ね、どうなってる俺。見たい。めっちゃ自分が見たい。どうなってる？なんか看板立ってる気がする。あー、落ちちゃった。この上のレールらしいです。あー、めっちゃ惜しくない今の。いけた！看板乗った。看板乗れた。とりあえず看板の上乗った。で、ここ乗ったからなんじゃん。見て、みんな。多分行儀が悪いことしてます、今。なんか看板の上乗るんじゃないらしい。看板の上乗る。
どういうこと？なんで看板の上乗るのに看板の上じゃないってどういうこと？か、壁の上って、無理で上乗るだけだよ。上乗るだけでも俺満足だよ。これ満足できるよ。ウィーあれ？夕方になってる。夕方の世界ある。なんで？なんか朝9時なんだけど。待って、天気変わるとかあるんだね。すげえ。すげえ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 。ちょっと待って。なんか変わってる気がする。動いてないか？配置変わってるよね。このシャベルカーあっちにあったよね。え？あ、嘘。こっちにもあるわ。違う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 。なるほど。2個あるだけか。あ、すごい。こっちまで行けた。こっちまで行けたぞ。すげえぞ、今の。あー、落ちた！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 なんか帰ってきた。落ちた。あいつはどこ行ったんだみたいな顔してるぞ。探してくれてるぞ。僕はここを何周も走らされる呪いにかかっています。この呪いを解くためにみんなチャンネル登録よろしくお願いします。チャンネル登録をすることによって僕は救われると信じています。ぜひ助けてください。